シャイアオブペパーミントグローブは、オーストラリア西オーストラリア州の州とパース西部、大都市圏のモスマンパークとクレアモントの間、パースの中心業務地区から1 2トルほど、南西に位置する小規模な地方行政区。領域の面積が1.1平方キロメートルである、シャイアオブペパーミントグローブは、オーストラリアで最も小さな地方行政区である。1895年。 ペパーミントグローブペパーミントグローブロードディストリクトの設置が官報告示された。1961年7月1日には1960年地方政府法に基づいてシャイアになった。このシャイアは当時のパースとフリーマントルを結ぶ道路に沿った場所にあり、かつてはこの道路を維持するために外部からの支援を受けていた。この町には7人の市議会議員がおり、 領域を細分化した行政区内市選挙区は設けられていない。シャイアオブペパーミントグローブにはサバーブが一つしかない。ありがとうございます。